今回は横浜の観光地で移植の展示をしている海上保安資料館横浜館を訪ねます。今日は横浜海上保安部に来ています。この中にある北朝鮮工作船を展示している資料館を見に行きます。場所は新興埠頭の中で赤レンガパークの横にあります。並びです。本当に観光地の中にあります。入場は無料です。コリアスパイシップという文字がなんかリアルな感じ。当時の映像、海上保安庁の本気度がすごい。2001年12月22日、九州南西海域に現れた北朝鮮の工作船。公船を自爆して沈没した後に引き上げられた。かなり大きいです。全長約30メートルあります。実際の弾痕です。かなり激しい公船だったことがうかがえます。重装備も本格的です。15人が乗船していた。奄美大島の北北西150キロあたりで発生した。日本製のものも多い。もう軍装備並み、ほぼ軍艦ですね。しかも20年以上前に。船内には小型船が格納されていた。見てみる。も装備されていた。ロシア製ディーゼルエンジン、1000馬力を4機搭載。連装機銃も装備されていた。
ースはほぼなかったようです。上げ後、工作船は覚醒剤の密輸に使用されていたことが判明した。から取り出された戦況、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。